はい、皆さんこんにちは、ロクスタでございます。さあ、圧巻ですね。今回ギターアンプ用のマイクレビューで使ったマイク9本になります。で、この動画ですね、今回この9本すべて撮ったのを少しこうジャンルに分けてバラバラの動画にさせていただいたんですが、一気に比較いただける音源をご用意させていただきましたので、まあ、一気にもう全部聞いちゃいたいんだよっていう方はぜひこちらの動画を見ていただいて聞き比べしていただければと思います。はい、じゃあちょっと狭く密集している状態なんですけども、9本簡単に名前だけご紹介させていただきます。まず左から、こちらも超ド定番シュア SM57、 そしてその右ですね、オーディオテクニカの AT5045、 こちらはコンデンサーマイクになっています。そして1回前に出てきまして、こちらもギターアンプ用のマイクの定番になってます、ロイヤー R121、 こちらはリボンマイクですね。そして後ろに1回行きまして、こちらがアストンマイクロフォンズのスピリット、こちらコンデンサーマイクになっています。はい、で今度前にもう1回出てきまして、こちらですね、改造版のシュア SM57 アクティブになります。こちらダイナミックマイクではあるんですけども、 48V のファンタム電源が必要となります。そしてその右にもう一つダイナミックマイクですね、こちらルーイットの MTP440DM という機種になります。でこちらはダイナミックマイクになります。そして1個後ろの銀色のものなんですけども、こちらはアクティブリボンマイク、 48V のファンタム電源が必要なリボンマイクになります、 AT4081。 そしてその後ろの非常に背の高いマイク、こちらがロイヤーの R122M2、 こちらも先ほどの AT4081 と同じアクティブリボンマイクになります。そして、一番右後ろ、こちらがゼンハイザーの MD421-2、 いわゆるクジラと呼ばれているマイク、この9本を一気に聞き比べしていただこうと思います。音源はビーズさんの今夜月の見えるお金のオルタナティブギターソロバージョン、こちらで全ての音源を取っております。で音源に関してもイントロの特徴的なアルペジオ、こちらクランチサウンドで、2番目がギターソロの直前にあるクリーンサウンドのアルペジオ、そしてその次がギターソロ、最後がラストのサビのバッキングの歪みサウンドを収録しているという形になってまして、各音源このような流れで全て収録をしていますので、ぜひ皆様どのマイクがお好きか聞き比べしていただければと思います。はい、それでは9本ですので、今回少し音源をたくさん入れている関係で動画が少し長くなっていますけども、聞き比べしながら、まあ、どのマイクが好きか探していただければと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。
Thank you.
We'll be right back.